基本例題24番です。これは熱力学の第一法則を使う問題です。内部エネルギーの変化量は2分の 3NR デルタ T ですね。気体がする仕事は P かけるデルタ V です。これ合計したら気体が得た熱量になります。気体の内部エネルギーの変化プラス気体がした仕事の合計が得た熱エネルギーのになります。1番、内部エネルギーの変化を求めましょう。この状態からこの状態に温度が上がりました。2分の3かける N は N モル入っていますから N です。気体定数は R を使って構いません。T は、デルタ T は温度変化は T0 から 3T0 へ 2T0 増加しました。よって2が消えて3倍の NRT0 が内部エネルギーの増加量になります。外部に対してした仕事を求めましょう。この状態からこの状態に、気体の圧力は変わっていません。外気の押す力とはこちらもこちらも同じ外気ですから、それと同じ内部の気圧かける断面積で押してピストンが最終的に止まったわけです。したがってここの圧力とここの圧力は同じです。増えた体積は、これだけですね。ここが仕事は P かけるデルタ V ですが、これも状態方程式で置き換えれます。PV とくれば NRT です。変化したのは温度ですから NR デルタ T と置けます。内部の、モル数は N で、気体定数は R を使ってよくて、温度変化が T0 から 3T0 ですから 2T0 変化しました。したがって2倍の NRT0。これが気体がした仕事です。したがって Q はこの2つを足して5倍の NRT0 となります。はい、4番です。Q というのは公式でモル数×モル比熱、それから温度変化ですね。で、ここがこのモル比熱なんですが、この変化は圧力が一定ですから低圧モル比熱 CP になります。これに代入しましょう。Q は5倍の NR デルタ T0 と分かりました。右辺は N×CP×ΔT は温度は 2T0 上がりましたから、ここは 2T0 が入ります。N が消えて、それから T0 が消えて、したがって低圧モル比熱 CP は2分の 5R となります。